自民党がマスコミ非公開の会議。マスコミ、党に足を入れて示させない作戦、耳ごとへばりつく作戦、に批判殺到。内容はこちら。自民党がマスコミ非公開の会議を開くも、マスコミがとんでもない行動に出たようです。では、小野田君議員のツイートより内容を見てみましょう。小野田君、参議院議員、岡山選挙区。以前つぶやいた部会をオンライン化しない理由のセキュリティの問題。壁耳どころか、今日の朝の農林部会なんてこんな状態ですよ。マスコミ非公開の会議なのに、悪質セールスみたいにドアに足入れて締め刺さない、アンドボイスレコーダー差し込んでくる始末。こんな状態なら、オンラインの方がなんぼのマシかと。自民党の部会をオンラインに、資料もオンラインにというと、セキュリティが、と言われるのですが、写真のように、部会開催室のドアに壁耳という形でマスコミが張り付いてるのに、セキュリティも何もないだろうと思います。耳が5から6個以上並んでる時ある。ドアの下隙間には IC レコーダーびっちりとか。気持ち悪い光景ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これ異常でしょ。これは放置してはいけない問題だと思う。全然非公開になっていない。は、なんでやめさせないの？え、これ追い出せないの？なんか、ドアのとこでガラスか黒板を引っかきたいですね。高周波を大音響で流してあげるのが良いです。こんなの、あらゆる手段を用い、即刻追い出すべきですよ。次はこちら。ルールは守らなくて良いという見本ですね。自民党本部の会議室ですかね。ドアまでマスコミが来れてしまうのがダメな気が。通路で封鎖したら、報道の自由が、とか騒ぎそうですが。こんなことして、いい記事書けるわけないですね。なんだかもう、いろいろひどいありさまですね。本当に節操がないですね。闇金も取り立てみたい。マスコミは、こんな人ばかりなのでしょうね。次はこちら。普通に業務妨害とかで連れて行ってもらえないのがおかしい。状態化しているから、メディアどもは何も感じないだろうが、はっきり言って盗聴やぞ。何を堂々と盗聴しとんだ。機密情報保護法とは、普通に業務妨害であり、盗聴であり、犯罪ですよね。最後はこちら。セキュリティ対策はしてないのでしょうか。国内で報道できない情報を他国に流すスパイもいそうですね。いや、絶対にいますね。スパイ防止法作れ。怖いです。いろんな意味で。セキュリティ対策も必要ですが、スパイ防止法も必要ですよ。結論。そもそもマスコミ非公開の会議なのに、なぜマスコミは押し寄せ、かつドアに足を入れて締めさせなかったり、ボイスレコーダーを差し込んで盗聴したり、耳ごとへばりつくような悪行をしているのでしょうか。こんな非常識で、当たり前のルールさえも守れないような下品な人たちに、まともな記事が書けるでしょうか。はなはだ疑問ですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。